エドワード王子、2015年撮影。フォーファー伯爵は、スコットランド王国と連合王国の伯爵員。スコットランド貴族として一度、連合王国貴族として一度創設された。百位名は、フォーファーに由来する。初代オーモンド伯爵アーチボルド・ダグラスの息子、アーチボルド・ダグラスは1661年10月2日に、スコットランド貴族である。 ワンデルイコールハート教とフォーハー伯爵に除された。スコットランド王子証書、スコットランド数密院のスーミ密顧問官を歴任し、1707年のスコットランド王国とイングランド王国の合同を支持したが、合同以降は官職に就くことがなかった。息子で同盟の二代伯爵アーチボルト・ダグラスが1715年ジャコバイト放棄のシェリフ・ミュアの戦いでの戦勝が元で死去。 爵位は廃絶した。2019年3月10日、ウェセックス伯爵、エドワード王子は、フォーファー伯爵に除された。同年7月には、ウェセックス伯爵夫婦が、フォーファーを訪問、フォーファー伯爵への除爵祝いとして、フォーファー伯爵のタータンを贈られた。ありがとうございます。